あなたのハートにドラミングしたいのです。私の名前はニュースキャスターのブリアナ・ゴリランテではなくてゴリラマン、ゴリラマン、ゴリラマン。皆さん、調子はいかがでしょうか。今日もまたブリアナちゃんをちょっと真似ていますの。ご了承くださいませ。お綺麗になりたい、かっこよくなりたい、そうお思いであれば、開脚ストレッチをマスターされてはいかがでしょうか。私、30代半ばになってから開脚に取り組みました。もう15年以上前のことでございます。開脚ができますと、横脚が改善いたしますし、足が長く見えます。お顔がお綺麗であっても、歩き方がお見苦しいでございますと、大変残念でございます。意外と男女ともに異性の歩き方や下半身を観察しているものでございます。動画の最後に私が取り組みました方法をお教えいたします。それでは、ゴリラニュース&インタビューの時間です。どうぞ。今日のニュースです。金太郎が母親元気に早く歩きなさいと背中を無理やり押されて怒っていました。少しせっかちな元気は金太郎がゆっくり歩いていたので、早く歩かせるために何度も背中を押したために金太郎はよろけてしまいました。金太郎本人へのインタビューです。どうぞ。ほんまうちの母ちゃんはせっかちな性格してるねん。僕がおかんの前を歩いてたら早く歩きなさい。と僕の体を何度も押すねんよ。もう少し色気で落ちそうになったわ。僕が口を尖らせているときは不満を表しているときやから、みんな覚えといてや。元気は神経質な性格とすごく雑な性格が極端です。父親の桃太郎は神経質な性格をしています。雑な性格を持った元気がいることで、この家族はちょうどバランスがいいのでしょう。源太郎と金太郎がどんな大人になるのか今から楽しみですね。以上が全てのニュース内容になります。全てのニュース内容は動画制作者の個人的見解によるものです。ご理解ください。それでは次回のニュースでお会いしましょう。失礼します。それでは最後に一言。開脚ストレッチをする上で筋肉を伸ばすこと以上に筋肉を縮めることを意識してはいかがでしょうか。筋肉を伸ばすということは他の筋肉が縮んでいることですの。つまり筋肉を伸ばすことと縮めることのバランスが良くて初めて開脚ストレッチがマスターできますの。ご理解いただけましたでしょうか。それではどうも失礼いたします。ごきげんよう。